エルブド・プロヴァンスエルブド・プロヴァンスはフランスのプロヴァンス地方で使われる様々なハーブをブレンドしたもの。プロヴァンス地方では古くから料理に使われていたが一般に知られるようになったのは1970年代に入ってからでよく使われるハーブを一括りにしたものを特にエルブド・プロヴァンスと呼び他のハーブと区別するようになった。通常セイボリー、フェンネル、バジル、タイム、 ラベンダーの花等が含まれる。製造元により調合は異なるが、ことタイムの香りが際立つ配合になることが多い。魚や肉を焼く、菜の香り付けや、シチュー等に加えられる。あらかじめ材料と合わせておくか、調理の最中に加える。あるいは調理油に混ぜておき、料理に風味を移すこともある。一方、出来上がった料理に振りかけるというような使い方はしない。 他のハーブに比べて大きめの袋に入れて売られていることが多く、地元プロバンスでは他のハーブよりもずっと安く手に入る。プロバンス料理は伝統的にたくさんのハーブを使い、かつてプロバンスのハーブ、エブデプロバンスとは単にそうしたハーブの総称に過ぎなかった。今日のように決まった調合はなく、あらかじめブレンドして売られることもなかった。ザ・フェーマス・ミックス・チャース・オブ・エブでプロバンス。 were unknown to my provincial grandmothers, who used the individuality and with discernment, time, rosemary and savory gathered in the country sweet. 喫水のプロバンス人である祖母の時代には、現在のエルヴェドプロバンスに相当するものは、まだなかった。当時は地元で採れた、タイム、ローズマリーやセーボリーをそれぞれ自分のさじ加減で、調合して使っていた。 フランスのデュークロ社をはじめとするスパイス業者がエルブド、プロバンスを出来合いのブレンドにして売り出した1970年代以降はある程度ブレンドの内容が標準化され現在の形が出来上がった。ありがとうございます。